こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかなと思ったんですが、たったね3つを選ぶだけで、まあ、幸福になるみたいなね、そんなね記事がありまして、何かなと思ってね、ちょっとね幸福度を上げたいって方はね、ぜひね参考にすればいいかなと思います。まあ、それはね、女性起業家の方で、まあ、子供をね子育て3人のね子育てをしながら、まあ、起業して、それでね、まあいろいろねこう、まあ、家事とね仕事を両立させる方法とか何ですかみたいな、そんなことをねよくねすごくね聞かれるそうなんですがね、実はねまあそれすごくね心の中で、まあ、うまくできてないっていうのがね自分でもね分かっていて、まあありきたりのね答えをねまあしてたんですけど、ある時ねもう完全にね、まあその質問にねもう嫌気がさして、まあそういう両立はできてませんみたいなことをね、まあそういう会見中みたいな、まあなんかのねイベントかなんかの、まあ聞かれた時にね言ってしまったっていうねことがあったそうなんですけど、まあ普段ねやることが本当にたくさん皆さんも あったりして、それでねもう収集がつかなかったりね、まあ何をねこうみんなねバランスよくこうやろうとするとなんかねどれもね中途半端になってしまったりとか、まあなかなかうまくいかなかったりっていうことをねになってしまって、結局ねこうなんかこうなんかすごくね自分の心の中にねこう違和感っていうか、こうなんかねわだかまりみたいなのがねすごくね残ってしまうなんてことあるかもしれません。自分もねちょっとね優先順位を間違えたりとか、そんなことをするとね全てがねなんかね狂ってしまってなっていうようなねことって本当によくありますけど、まあそれをねこううまくねやる方法っていうのがねピックスリーっていうね、そんな言葉で、まあ書籍もねその方が出して、そのねピックスリーっていうことが言葉もね全米でねちょっとねバズったみたいな、そんなね記事だったんですけど、まあ去年のね記事なんですけど、まあそのねピックスリー、まあピックっていうのはこうなんかつまむとかそういった意味なんで、自分ちょっと調べなかったな。まあ3つのことをね、まあ、決めてやる、まあ、まずね自分にね重要なこと5つぐらいねあると思います。まあ仕事とかね家事とか友達とか、あと睡眠と、あと何かな趣味とかね、まあいろいろ5個ぐらいねあると思うんですけど、それのねその日のねなんか3つだけ、まあ優先的に選んで、残り2つはねもうその日はね投げ出すみたいなことをねする、それをね朝ねまずは決めてもらって、それでねその3つだけにね集中してやるっていうことだけで、本当にねまあ自分がねそういうその日にねこうそのね残りの2つができなかったってことは、もう朝ねそれをね捨ててるから、捨ててるっていうかね、まあやらないって決めてれば、まあ夜ねその2つやんなかったってことでもね、なんかねこう自分もねよく、まあ、そのねなんかやらなければいけないことがたくさんあった場合、なんかねできなかったりすると、なんかねこう今日ダメだったなみたいに自分自己嫌悪にね陥ることっていうのもねありますし、まあ、今日なんかもねちょっとね花粉症のがね最近ひどいんで、花粉症の薬を朝必ず飲むんですけど、飲むとね、まあ、休みの日はねちょっとね眠くなってしまって、ちょっとね半日、まあ、昔のね自分に戻ったみたいなね、そんなね半日寝てしまって、なんかすごくね自己嫌悪に陥った時にねちょっとね朝見たこの記事のねツイートがねありまして、まあこれね以前ね確か保存した中に入ってて、ちょっとねそれをパッてたまたまこう目について、自分がねこうすごくねこう午前中寝てしまって反省している時に、その記事がね出た時に、あそうかピック3、まあそんで3つのうち今日睡眠をね大事にしよう すればいいし、まあここからねちょっとね、まあ、仕事っていうか副業のこととかね、そんなことをやって、あとね家族、休みなので家族っていうこの3つにして、まあ他のね2つはねちょっとねまあ自分のね5つって何かななんてまだ考えてないんですけど、とにかくね1位にね睡眠を持ってくれば全然ね今日問題なかったななんて、そんな風にもね思えて、なんかねちょっと心がね、その記事を読んだ時に自分はね心がね楽になったっていうことで、まあその記事のねことはまたリンク概要欄にね貼っとくんですけど、まあ本当にね去年のね、まあ、Twitter の誰かのね友
東洋オンラインだったかなの記事なんですけど、まあ、そのねあの記事を、まあ、読んでもらえれば一番わかりやすいと思いますけど、まずはね3つ朝3つ決めて、それで他のね、まあ、2つは、まあ、あの後回しにしてもいい、それでもしねその2つもしかしてねやらなきゃいけないことだったかもしれないけど、でもねあのもう朝それをねこう決めなかったっていうことで、あの夜ね、まあ、自分まあ夜ね自分はあんまり反省しないで良かったことだけ思うようなねそんなことをしているんですけど、でもねまあそれを朝からねもうやらないって決めていたから、まあなんかね自分の今日の一日のね行動に納得できるっていうようなねそんな気持ちになるのかなーなんてねそんなこともね思ったりして、自分もね今日夜まあ自分がね今日やること3個だけね、まあ睡眠主にね睡眠と、まあこれからねちょっとね副業のことでいろいろな方にねコメントしたりとかそんなことをして、それであと一つね、まあ休みなんで家族とね、まあ、会話ができればそれでね今日は一時いいんじゃないかななんてそんなこともね夜ね思えるんじゃないかななんて、まあ終わってみてね、まあそれでねまた翌日はねまあ仕事がまあ一番に、ね、なってくると思うんですけど、毎日ね書いてもいいし毎日同じでもいいんですけど、まあそれをね朝3つだけ、まあ本当にそうするとねシンプルにもなりますし、まあやりやすくなる、整理もねつきやすいんじゃないかななんてそんなこともねすごく感じましたので、ちょっとね今日ね自分にとってねタイムリーな、そのタイムリーっていうか昔の記事がね、まあ、たまたま目に留まったっていうのはやっぱり自分にねこれがね必要なことだったのかななんてそんなこともねすごくね思って、今日ねまだねインプットもしてないし、どうしようみたいなね、何話そうみたいなこともねちょっとねちらっとねこう悩んでた時にそれがスッてね自分のところに来たっていうのは、まあこれをね話しなさいともね言っていたのかなって、すごくね自分にとってねまあ重要なね、まあ、ことだな、重要なね、それでまあネタにもなってね本当にねいい記事だななんてそんなこともね思ったのでね、ちょっとこの話をしました。はい、ではねこの話概要欄にね、まあ、リンク貼っときますんで、興味のある方はね見てもらって、今日のね自分の話、まあ、参考になったな、まあ、そのねあの記事が参考になったなって方はグッドボタン、またはねチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてる、ついてる、ついてる。ありがとうございます。